それでは引き続きまして幸福実現党政調会長代理小川佳代子より皆様にご挨拶を申し上げますので、どうか今しばらくよろしくお願い申し上げます。頑張って。ありがとうございます。大変勇気をいただいております。幸福実現党でございます。皆様こんにちは。ありがとうございます。大手分家のご声援誠にありがとうございます。こちら一角をお借りいたしまして、幸福実現党からお伝えさせていただきます。イオンでですね、お買い物をされた方、なんか最近物価高くなったなって、物が前より高くなったなって、そのようにお感じになっていることはないでしょうか。これですね、お店のせいじゃありません。お店の方一生懸命価格を抑えるように努力されてます。なんかですね、そういう物を作る人たちのせいじゃありません。なんで物が高くなってるんでしょうか。これですね、やはり長年にわたる、政権のですね、特に自民党公明党政権の、経済政策の失敗というものがですね、物価高という形で現れているんだなというふうに思います。ですから物価をですね、今、高くなっているので、なんかですね、家庭にいろんなポイントをあげますとか、給付金出しますとか、いろんなことをおっしゃってますけれども、これどうなんでしょうかね。一時的にお金もらっても、これずっとですね、これ続くわけじゃないですよね。ですから皆さん、岸田さんのこの政策おかしいなと思ったらですね、ぜひこの幸福実現党の経済政策に皆さん見ていただきたいんですね。今チラシを配っておりますので、どうか皆さん幸福実現党の政策を見ていただきたいと思います。まず物が高くなっている原因の一つは、ばらまきをしすぎたことです。これによって円の価値が下がっているということがあります。お金をたくさん吸ってですね、つまり、日本は今1200兆円の借金を抱えておりますけれども、これだけのですね、借金をしてお金どんどん吸っていることで円の価値が下がっているんです。それによってですね、他の国から物を買うときに、高い値段で買わなければいけなくなってしまうんですね。なので特に日本はエネルギーにしても食料品にしても海外からたくさん買っています。円が安いとですね、物価どうしても高くなっちゃうんです。ですからこのどんどん選挙前に出てくるばらまき政策、これをどこかでやめないと円の価値が下がり続けて、食料品とかエネルギーとか、どうしても皆さんが絶対に必要なものがどんどん値段が上がっちゃうんです。ありがとうございます。すごいお力をいただきました。勇気いただきました。本当にありがとうございます。幸福実現党ですから、この選挙の前になると出てくるばらまき政策、この間違いを訴えております。どうか皆さん、もうばらまきはいいと。これは増税にもつながりますし、円安にもつながるんだってことをですね、幸福実現党を訴えております。ありがとうございます。そしてもう一つ、物価が高くなっている原因はエネルギー価格が上がっているということです。もちろん今言ったように円安でエネルギー価格が高くなっているってことも訴えておりますけれども、これですね、原発を早く動かしていただきたいんです。原発を動かさないと、こうエネルギー価格ですね、もう電気を発電するためのエネルギーにもうどんどん必要になってですね、物を運ぶ時のガソリン代どんどん高くなってます。皆様がお買い物に来たり遊びに行ったりする時のガソリン代も高くなります。ですからもう政府の責任で早く原発を動かしてください。幸福実現党は2011年、こうしたですね、福島の原発事故が起こった時から、事故は技術者の間違いじゃなくてですね、政治の人為的なところで被害が広がっておりますので、もっと原発の技術を信じて
早く動かすべきだということを幸福実現党は訴えてまいりました。ですからこの原発を早く動かすことによって、電気料金は少し抑えることができるんですね。ですからこの電気料金を抑えることができたならば、当然物を作る時のお金、それからこうした商業施設を動かす時の電気代、こうしたものも下げることができるわけです。ですから物の値段を下げることができるんですね。これを皆さんお伝えしたいと思います。ですから幸福実現党は、日本の優れた技術でできた原子力発電所をいち早く動かすべきだということを訴えております。原発再稼働です。これ日本の技術素晴らしいんです。世界にも誇るような原発の技術を早く使ってですね、この夏の暑い時期を節電ではなくて電気を豊富に供給することで乗り切りたいと思います。だから節電に協力したら2000円とかですね、こんなバカなことは政府がやることじゃありません。2000円出してですね、節電してエアコンですね、節電したら皆さん熱中症になっちゃいますので、どうか皆さんのご家族守るためにエアコンを動かしてください。節電をですねして、皆さんとっても優しい方多いので、節電したら日本のためになるのかなっていうふうに思って節電に協力しようという方いらっしゃるかもしれませんが、間違っています。どうかこの原発再稼働をしてですね、いち早くこの電気の供給を復活させたいと幸福実現党は考えております。どうか幸福実現党の原発再稼働の考え方に賛同できるという方は、比例は幸福、ありがとうございます、比例は幸福でお願いを申し上げます。それからもう一つ、電気料金が高い理由、物の値段が上がっている理由のもう一つの理由はですね、この脱炭素政策でございます。脱炭素政策というのは、CO2 が増えると地球の気温が上がるという説ですけれども、確かにですね、暑い、こんだけ暑いので、皆さんですね、これやっぱり CO2 の責任じゃないかって思っちゃうかもしれませんけども、CO2 の責任じゃないです。雲の動きとか、太陽の強さとか、宇宙からの光線とか、気温を上げる原因は CO2 だけじゃありません。科学者もこれおかしいですよって、大半の科学者がおかしいって言ってます。だから CO2 によって、地球の気温が上がってるってことでですね、太陽光発電を増やすとか、そんなこと言ってますけど、太陽光発電っていうのはですね、夜は、動きません。それから、今はいいんですけども、冬になって雪が降ったらこれ動きません。夏の時期を乗り越えたとしても、冬になってまた寒くなって電気止まっちゃったら困ります。そのようにですね、この脱炭素政策を続けることによって、日本はですね、電気を不安定な電力に頼ることになります。それからもう一つ、太陽光発電とか再生可能エネルギーを増やすために、ピットといういわゆるですね、エネルギーの賦課金というものを今進めています。電気料金のところに、明細のところに再エネ賦課金っていう欄があるので、皆さんご家庭で見てみてください。再エネ賦課金っていうところですね、見ていただきますと、お金なんかいつの間にか増えてます。これですね、再生可能エネルギーの業者に皆さんが払っている補助金のようなものです。これですね、年間1世帯あたり1万円以上のには負担になっていると言われています。それだけじゃなくて、企業さんも負担してますね。岐阜県製造業強いです。この物を作る時の電気代が世界で一番日本高いんです。なのでこの再生可能エネルギーの賦課金を企業が負担することによって、皆さんのですね、物価が高くなったりとか、給料が減ったりとか、お父さんの会社のですね、給料減っちゃったりとか、ものづくりのコストが上がったりとか、そういうことをしますと、実は隠れた負担が
年間5万円あるって言われてます。ですからこの再生可能エネルギーを推進するために皆さんは1年間あたり6万円の負担をしていることと同じなんです。これを幸福実現党は絶対にやめなきゃいけないと思ってます。不安定で高い電気代を推進するためにお金を払っている、そして物価が上がっている、こんなおかしなことないと思いませんか。ですから幸福実現党はこのエネルギー政策こそですね、岐阜県の誇る製造業を、もっともっと発展させていただくために絶対に必要なことだと思ってます。岐阜県の製造業、実はですね、大体4分の1ぐらい岐阜県の産業を占めているんですね。全国平均は2割ぐらいなので、岐阜県をの産業を守ってですね、経済を発展させるためにはこの電気料金を抑制することが絶対に必要なんです。ですから幸福実現党は頑張って働く皆様、工場とかでですね、もう日本の優れた技術を使っていいものを作ろうと思って頑張っている人たちの邪魔をするような、節電をしましょうとか電気代を高くするようなことは絶対にですね、やめさせます。ありがとうございます。ご支援本当にありがとうございます。幸福実現党は頑張って努力する人の味方です。そうした頑張って努力する人の頑張る環境を整えるのが政治の仕事だと思います。ばらまきではなくて努力した人が報われるように、そうしたですね、減税をしていくこと、それから電気料金を安定させること、こうしたことを訴えております。やっぱりですね、生活保護でパチンコに行くような国を作っちゃいけないと思います。どうしても困った時にはもちろん助けてもらわないといけないと思うんですけども、なんかですね、お金もらって遊んでるような人が大手を振って歩いてるような、そんな国にしちゃいけないって思います。一生懸命働いて真面目にコツコツ貯金してですね、将来に備えていく皆さんを応援するような、そんな国を作りたいと思ってるんです。幸福実現党はその意味で国家に精神的な支柱を立てることを訴えておりますけれども、真面目に働いて多くの人のお役に立ちたいな、そんな風に思っている日本の美徳というものを大事にしていきたいんです。そういう日本をもう一度取り戻したいんです。今一生懸命働いた人からたくさん税金を取って、なんかですね、あんまり働いてないって言ったら申し訳ないですけども、なんかそういう人にいっぱいばらまいてみたいなですね、そんな世の中は絶対になくしたいなって思ってます。ですからぜひですね、真面目に努力する人が報われる世の中を作りたい、そういうふうに考えられる方は、考えてくださる方、幸福実現党2枚目の投票用紙に幸福、幸福、そのように書いていただければ、きっと皆さんも幸福になっていただけるんじゃないかなというふうに思います。幸福実現党、今日のですね、午後3時半から、名鉄岐阜駅の前で釈良子党首が来まして演説会を行います。街頭演説会を行いますので、もしこれからお時間ある方は、約1時間ちょっと後なんですけれども、名鉄岐阜駅に、来てください。釈良子党首はですね、本当に日本のことを憂いて今必死に訴えをしております。比例から出ておりますので、ちょっとでもですね、覗きに来ていただけるとありがたいなと思います。幸福実現党の考え方分かっていただけるかなと思いますので、どうか、3時半から名鉄岐阜駅にお越しいただければ幸いでございます。どうか皆様、比例は幸福、比例は幸福とお書きいただいて、真面目に努力するものが報われる社会、そして、核ミサイルで脅されない日本を作っていきたいと思います。どうか皆様の、ご支援をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。マーサ21をご通行中の皆様、またお買い物中の皆様、たくさんのご支援いただきまして誠にありがとうございました。
幸福実現と頑張ってまいります。比例は幸福、比例は幸福。2枚目の投票用紙にはあなたの願い